こんばんは、星耳です。明日は長男の3歳児検診です。今は3歳児検診前日の夜7時半なんですが、いつも通りの検診に行くくらいの軽い気持ちで検診の案内を見ていたら、事前に視力検査と聴力検査を家でしてきてくださいって書かれてて、しかもその検査が結構難しくて、もしも1回でうまくいかなかった場合は日付を変えて何度かチャレンジしてみてくださいとか書かれてて、でももう今日と明日の検診前しかできるチャンスがないので、とにかく今日は次男を早めに寝かせて今から視力検査と聴力検査をやろうと思います。何にしよう。はい、どうぞ。ゴロン。次男が寝ました。ということでまずは視力検査をやります。視力検査の手順は、まずは子供にこのカードを見せて、飛行機、傘、リンゴ、車みたいな感じで教えます。で、その後子供の片目にティッシュを四つ折りにしたものをテープで貼り付けて、で、このさっきと同じ絵が描かれてあるカードなんですけど、絵がさっきよりも少し小さいものを 2.5 メートル離れたところから見せます。それでこの絵が何なのか認識できるかどうかというものだそうです。ということでやってみます。これリンゴ。リンゴ。傘。傘。飛行機。飛行機。痛くないよ。かっこいい、かっこいい、お兄さんみたい、かっこいいね。これ何？車。お、正解。これ何？オッケー、正解。次いいですか？こうやって、これは？これは？座って座って座って。これは？これは？右目は問題なかったんですが、左目はママもっと近くで見たいとか、もっと大きいの見せてとか言ってきたりとかして、でも答えれるものもあったりとかして、ちょっと怪しいなって感じでした。で、次は聴力検査です。聴力検査は2つありまして、まずは1つ目からやるんですが、手順はというと、子供と1メートルぐらい離れてテーブルを挟んで向かい合って座ります。そしてこのシートを見せて、犬、牛、傘、象みたいな形で名前を教えた後、この紙を子供に渡します。そして親は自分の口元を隠した状態でとかふしってささやいて、子供がそれをちゃんと指差しできるかどうかを確かめるというものです。やってみます。犬、犬、牛、牛、傘、象、うん、傘。 OK、 次いくよ。オッケー。この聴力検査は全然問題ありませんでした。そしてまだやることがありまして、聴力検査2つ目です。マジでやることが多いので、これから行く方は3歳児検診の前の週末とかにやっておくのがおすすめです。で、聴力検査2つ目の手順はというと、まずは親が子供の後ろに座ります。それで子供の耳の横5センチぐらいのところで親指と人差し指を5、6回こんな感じで擦り合わせます。それでもし音が聞こえたら子供に手を挙げてもらうというものです。ではやってみます。はーい。あ、聞こえた？ OK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 。無事に聴力検査の2つ目も問題なさそうでした。ちょっと視力の方が気になるんですが、それは明日の検診で詳しく聞いてこようと思います。夜7時半に3歳児検診の案内を見た時は、今からこれやるのはちょっと無理かもとか思ったし、最初視力検査終わったぐらいで長男がぐずり始めちゃって、これ今日無理かもしれないなって思ったりしたんですけど、おやつで釣ったりとかしてなんとか40分かけて終わることができました。ということで、もう長男寝る時間なので急いで寝かせます。長男も寝ました。で、まだやるべきことがあるので、それらの準備をします。
他に何を準備しないといけないかというと、アンケートの記入と母子手帳の3歳の欄の記入と、明日の朝長男の尿検査のために尿を取る必要があるということです。ひとまず今日のうちにアンケートと母子手帳の記入を終わらせます。書き終わりました。内容は予防接種とか今までの病気の状況、あと起床時間とか食事などの生活習慣にクレヨンで丸を描けますかとか、ままごとなどの役割のあるごっこ遊びをしますかみたいな発達に関することでした。全体的に問題はなさそうな気はするんですが、ちょっとだけ気になっていることがありまして、何かというと、友達と遊びたがりますかという項目に関してです。っていうのも、うちの子は友達と遊びたいって言ってるのは一度も聞いたことがないし、幼稚園の話を聞いていても話の中に友達が登場したことってほとんどなくって、先生に聞いてみても幼稚園では誰か決まった友達と遊ぶっていうことはしてないみたいで、その時近くにいる子と遊んでるっていうような感じみたいで、でももうこの年齢だと特に女の子とかだとグループができて休日も一緒に遊んだりしているみたいな話を聞くので、この項目に関して明日どう言われるのかちょっと気になっています。あとアンケートの項目にはないんですが、一点気になっていることがありまして、それは長男の身長に関してです。長男はかなり小さめで、今3歳4ヶ月なんですが、3歳3ヶ月の時に幼稚園で測った身長は 87.4cm で、実はこれ基準値以下です。3歳3ヶ月だと88センチ未満は基準値に満たないということで、治療が必要な場合があるらしくて、3歳3ヶ月で基準値を下回ったことは把握していたんですけど、3歳4ヶ月の今日、3歳児検診を予約していたので、検診の時に相談したらいいかなと思って病院には行っていませんでした。明日はその点もしっかり相談してくれたらなと思っています。おはようございます。今日は長男の3歳児検診です。ということで、長男初めての尿検査、頑張ります。おー、出たー！いいぞいいぞ、頑張れ頑張れ。無事に尿を取れました。3歳児検診の朝にできれば 10cc 取ってきてくださいって書いてあったんですが、朝っていうのは大人の場合は朝一って言われるので、朝一の本当は取りたかったんですけど、朝一は長男が起きてすぐにもうおむつでしちゃったみたいで取れなかったので、朝ごはんを食べて少し時間が経ってから取りました。で、しかも量が本当は 10cc ぐらい持ってきてほしいって書いてあったんですが、 5cc しか取れなくて、ちょっといろいろ不安ではあるんですが、とりあえずこれを持って行ってみます。で、今日は平日なんですが、今日は長男は幼稚園を休ませて午後に3歳児検診に行くので、それまでの間少し時間があるので、よくご質問いただく長男くんどれぐらい会話ができますかとか、長男くんが描いた絵を見てみたいですとか、トイトレの状況はの3つの質問に答えようと思います。ではまず1つ目、長男くんどれぐらい会話ができますかということで、3ヶ月前に沖縄に行った時のお話をしようと思います。ねえねえ、沖縄行ったの覚えてる？うん。何が楽しかったかな？ジンベエザメ会えるの楽しかった。ジンベエザメに会えたのが楽しかった？うん。そっかそっか。他何したかな沖縄で？ホテルを大体に来た。沖縄のホテルはどんなホテルだった？ジンベエザメと、ジンベエザメのたたジンベエザメのおたたらちゅっちゅっやつと伊豆たのとやつがあった。あ、そうだね、壁にジンベエザメと、ジンベエザメにくっついてる魚、あれ小判ザメっていうのかな、それとか、あとなんかね、いろんな絵が描いてあったよね。うん、うん、そうだね。こんな感じです。今の会話の中ではなかったんですが、3歳を過ぎたぐらいからエンドレスであらゆることに対してなんでって聞いてくることが増えて、なんで今日は火曜日なのとか、なんで今は朝なのとか聞いてくるようになって、私は毎回それの回答にちょっと困っています。次、長男くんが描いた絵を見てみたいですということで、長男に自由に絵を描いてもらいます。
サインペンでたくさん絵を描いてくれましたということで3つご紹介しますと、まず1つ目がこちらアンパンマンです。結構ちゃんと顔の特徴を捉えることができているなと思います。そして2つ目、こちらね結構上手だなと思うんですが、これバイキンマンです。これもかなり特徴をちゃんと抑えられてるなっていう感じです。そして最後3枚目がこちらです。これは坂道を車が走っている絵で、で黄色でここに太陽が描かれてたりとか、あとお空は水色に塗られてたりとかします。こんな感じで結構パッと見で何を描いているのか分かる絵が描けるようになってきました。そして最後がトイトレの進捗状況はというものなんですが、長男は平日幼稚園にいる時間はお昼寝の時間も含めてずっとパンツで過ごしているんですが、ほとんどお漏らしをすることはなくなりました。でも家とか休日はおむつがいいと言ってパンツを履くのを嫌がって全然履いてくれなくて、家と休日はずっとおむつで過ごしてしまっています。なのでなんとなくまだおむつが外れるまでには結構時間がかかるような気がしております。では長男と外でお昼ご飯を食べてから3歳児健診に行きます。行ってきます。なんで入ってないか。帰ってきましたということで、リモートワーク中の夫に状況を報告します。3歳児健診行ってきました、はい、で何をしたかというと、最初に目の検査があって、発達の検査、身長体重、問診で最後に歯科検診がありました。で最初のまず目の検査だったんだけど、目に光を当てる屈折検査っていうのがあったんだけど、それは特に問題がなかった。で昨日ちょっと怪しかった左目なんだけど、昨日と全く同じ検査をやったのね、もう一回。そうしたところ、うちの家よりすごい明るくてなんか見えやすい部屋だったからか、全然問題がなくて、でこれだったら大丈夫だねっていうことになった。で次が発達の検査なんだけど、発達の検査は最初に挨拶ができるかとか、名前と年齢を自分で答えられるかみたいなのがあって、でそれは問題がなくて、でその後こういう感じの紙を見せられたの。コップ、鉛筆、歯ブラシ、椅子、フォークスプーンが書かれた紙だったんだけど、でこれの見せながら、歯を磨くときに使うものはどれですかみたいな質問があったのね。で長男は最初2つぐらいは真面目に答えてたんだけど、途中からおふざけモードになっちゃって、絵を描くときに使うものはどれですかって聞かれたら紙って答えたりとか、ご飯を食べるときに使うものはどれですかに対してテーブルって答え始めたりとかしちゃって、ちょっと大丈夫かなって感じだったんだけど、紙にないものを答えたってことで、そう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 、だったんだけど、でもまあ大丈夫でしょうっていうことになった。はいはい。で行く前に気になってた友達と遊びたがりますかっていう項目に対して、長男が全然友達と遊びたいって言わないっていう話に関してなんだけど、そもそもあの項目が何なのかっていうのを聞いてみたら、あれは自閉症かどうかを見るための項目なんだって。でもし自閉症だったら全然他人に興味を示さなかったりとか、他人と一緒に何か活動ができなかったりみたいなのがあるらしいんだけど、長男の場合はまあ友達と遊びたいとは言わなくても、家で次男と一緒におままごとやってたりとか、あと友達の話はしないかもしれないけれど、幼稚園の先生の話とかは家帰ってきてしてたりとかするじゃん。だから他人に興味があるってことだから問題ないとのことでした、うん、でその後身長体重を測ったんだけど、ちょっとだけ大きくなってて、身長が 89.8cm、 体重が 10.9kg で、今回ギリギリセーフだった。でもやっぱりちょっと下の方の線がギリギリだよねっていうことで、まあ、今後もしっかりちょっと見ていった方がいいよねっていうことで、まあ、2、3ヶ月後ぐらいにかかりつけのお医者さんにもう一回ちょっと身長測りに行って相談した方がいいかもって言われた。で最後に歯科検診だったんだけど、それも全然問題ないってことで。でしょ。そうだね、いつも頑張って歯磨いてくれてるもんね。でただ今後もう区の検診がなくなるから、今後は自分でかかりつけの歯医者さんを見つけて定期検診に行ってくださいとのことでした。
でもね、そんな感じで全体的に大きな問題はなく終われました。3歳児検診は無事に終わって安心なんですが、検診の項目ではないことで心配していることが2つありまして、その話をすると、まず1つ目が長男が早生まれたということです。長男は2月22日生まれで早生まれです。早生まれは大きくなるにつれて少しずつ学力などの差は縮まるとは言われているものの、中学卒業時になってもまだ4月生まれとかに対して不利だっていうデータもあるし、大人になった後の年収も4月生まれの間に対して 4% ほど低いというデータがあります。実際、本当に早生まれのお子様がいらっしゃる方々を不安にさせる情報ばかりで申し訳ないんですけど、ぶっちゃけた話をすると、私自身が3月30日生まれで、小学校時代は何をしても周りに勝てなくて、小学校時代は正直にちょっと辛い思い出が多いです。それで長男にはできるだけ早生まれであるがゆえの苦しみは減らしてあげられたらなとは思うんですが、今後長男が早生まれならではの悩みに出くわした時にどう声かけをしてあげたらいいのかとか、どうしたら彼の自己肯定感が下がらずに済むのかとか、早生まれは中学受験では圧倒的に不利だって言われるので、生まれ時期を早くしてもらえる小学校受験をした方がいいのかとか、わからないことだらけで、そのあたりをそろそろ真剣に考えていかないとなと思っています。そして検診の項目以外で心配していることの2つ目が、長男の年齢に合わせた成長の機会が一人一人と比べて少なくなってしまってるんじゃないかという点です。というのも、もちろん兄弟がいることで家の中でもコミュニケーションなどを学べることはあるとは思うんですけど、やっぱり次男がいることで長男が赤ちゃん帰りをしちゃったり、一緒に出かける時も私たちが次男もできることっていうのを探しちゃったりとかして、長男は一人っ子と比べるとチャレンジができる機会が減っちゃってるんじゃないかと思っちゃって、同じぐらいの子供がいる友達のインスタとかを見てると、比べなくてはいいとは思っていても、どうしてもやっぱりそれが気になっちゃって、それで最近は週末に夫と長男が2人でお出かけする時間を設けたりはしてるんですけど、兄弟がいることによるメリットっていうのはもちろんたくさんあるとは思うんですけど、デメリットの部分を少しでも払拭できればなと思っています。次に今日は長男の3歳4ヶ月現在の発達発育を中心にお話ししてきたんですが、教育の状況についてもよく聞かれるのでお伝えすると、まずひらがなを教えているかどうかという話に関して言うと、まだ家でも幼稚園でも教えていません。ただ最近一緒に絵本とかを読んでいると結構興味が出てきたような感じがあるので、そろそろ家でひらがなを教えていけたらなと思っています。で、同じ文字の話をすると、長男は英語教育をしっかりしてくれる幼稚園に2歳から通っているんですが、2歳のうちにもうアルファベットは幼稚園で習ったようで、アルファベットは読めるようになりました。書き順とかも習っているみたいで、家でアルファベットを書くドリルとかをやらしてみたところ、それも結構ちゃんと書けていました。次に数字はというと、数字は本人もかなり興味があるみたいで、おもちゃの数を数えたり、街で数字が書かれた看板を見かけると読み上げたりしているので、私たちもこのそろばんを使って一緒に数を数えたりとか、あと15と20はどっちが大きいみたいなクイズを出したりとかしてよく遊んでいます。その結果か、今でも少し間違うことはあるんですけど、数字は120ぐらいまで言えるようになってきました。あと習い事は何かしているかというと、今のところはまだ何も始めていません。周りがそろそろ始めていて少し焦る気持ちもあるんですが、長男の通っている幼稚園は英語、日本語、地域、運動をしっかりしてくれる幼稚園で、平日の日中はかなりカリキュラムが詰まっているような感じなので、幼稚園の時間以外は長男がのびのびとその時やりたいことができる時間があった方がいいかなと思って、あえて習い事は何もしないという決断をしました。その他何か教育的なことをやっているかというと、最近は休日に一緒に料理を作ったりとか、英語教育として英語の音声とか映像を流したりというようなことをしています。現状やっていることはそんな感じなんですが、今後はそろそろそういうお勉強も大事なんですけど、性教育もしっかりやっていきたいなと思っています。
3歳児の育児はイヤイヤ期よりも大変だっていう人がいるのでどうなるかなってドキドキしてたんですが、今のところはイヤイヤ期より全然楽で毎日できることが増えていって結構育児が楽しいです。でいてもう歩ける距離もかなり長くなってきて、4時間ぐらいのお出かけならベビーカーなしでもお出かけできるようになってきたので、今まで私自身トートバッグとかをベビーカーの下に入れて移動していることが多かったんですけど、長男と出かけるときは私の両手が空くリュックとかがあった方が便利そうなので、近々リュックを買おうかなと思ったりしています。あと最近アンパンマンのことを好きだって言ったり、あれは赤ちゃんのものだよとか言うようになってきたりとかして、もしかするともうそろそろアンパンマンの卒業が近づいてるのかなっていう感じがしていて、でももう卒業かと思うとなんか逆にこっちが寂しくなっちゃって、近々好きでいてくれてるうちにアンパンマンミュージアムにもう一度遊びに行けたらなと思っています。成長が嬉しい反面少し寂しい気持ちもあったりするんですが、これからも無理のない範囲で育児頑張っていけたらなと思います。ということで高評価チャンネル登録お願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。